パフォース城は、港を守るためビザンティン時代に建てられたサランタコロネストリデが、1222年の地震で崩壊したため、その500メートル南に位置する港の突端に13世紀のフランス系、キプロス王国時代に新たに作られたものである。建設当時は、現在見られる城の他に、もう一つ円形の塔が建てられており、二つの建物は、 城壁で結ばれていた。これらの建物は15世紀まで使われていたが、一方は地震で倒壊し、もう一方は1570年のオスマン帝国襲撃直前の爆発事故によって崩壊した。現在見られる城塞の建物は、これらの破壊された建物内西側の一方をオスマン帝国時代の1780年に修復したものである。時代の変遷とともに、 城塞の利用目的も変化し、防衛施設、牢獄、英国支配時には、塩の倉庫として使われていた。現在は、史跡として公開されるとともに、9月に行われる芸術祭での演劇会場としても使われる。パフォスにある他の遺跡群とともに、1980年にユネスコ世界文化遺産に登録された。ありがとうございます。